このスケは、吉田修一による日本の小説。2008年4月1日から2009年3月31日まで、毎日新聞に連載され、2009年9月16日に、毎日新聞社より刊行された。2010年度、柴田蓮三郎少女小作。また、同年度の本屋大賞3位に入賞している。2012年11月9日に、 文庫版が刊行映画化され、2013年2月23日に全国公開された。バブル期の東京を舞台に長崎から上京してきた大学生、王道世之助が様々な人々と出会い関わっていく青春小説。作中では散発的に連載時の時代まで成長した登場人物たちのその後の描写が挿入される形式になっている。 作者によると、主人公名を作品タイトルにする方針に沿い、まず世之助の名前が決定。名字は因を踏んだ方がいい。という助言を踏まえ、作者の郷里でもある長崎で横着者を指す、横道者という言葉を呼び、王道にそえるといったニュアンスを意識し、決まったとのこと。2019年2月、続編となる、続王道世之助が、 中央公論新社より刊行された。1987年、大学進学のために、長崎から上京してきた、青年、王道世之助は、そのお人よしな性格から流されるままにサンバサークルに、入り、一目惚れした年上の女性、千春に、弟のふりをしてくれと頼まれたり、世間知らずの社長令状、証拠に振り回されたり、 友人の倉持ちに金を貸したりと様々な人々と出会いながら忙しい一年間を過ごす。そして周囲の人々にとっても世之助との出会いは青春時代の大切な思い出となる。1987年4月から1988年3月までの世之助の一年間の描写に加え16年後の現在から 周囲の人間が世之助を振り返る構成となっている。2012年春に東京都内近郊及び長崎県で撮影され、2013年2月23日に公開された第56回ブルーリボン賞作品賞、第5回多摩映画賞最優秀作品賞受賞作品。主人公、王道世之助役のコーラ健吾と、 ヒロインよさの証拠役の吉高ゆり子の二人は2008年公開の映画、ヘビに、ピアス以来5年ぶりの共演となる。監督は、南極料理人、キツツキと雨の起きた周一。キャッチコピーは、出会えたことが、嬉しくて、おかしくて、そして、寂しい。2013年12月6日から8日にかけて、アメリカ合衆国、ロサンゼルスで開催された。 l a i ーフィスト2013では、招待作品として上映された。モニター支社では参加者の93%以上が、この映画を進めたいと回答し、公式サイトには84人以上の著名人から、コメントが寄せられた。公開発集の映画観客動員ランキングでは、初登場第10位となっている。最終講習は2億1700万円。 受賞サウンドトラックオリジナルサウンドトラックはネット配信にて2013年2月20日に発売。全7曲。ブルーレイ、DVD2013 年8月7日発売。発売、販売元はバンダイビジュアル。王道、世之助の続編。期間文芸史小説。 ボックで2016年4月発売の創刊号から2018年7月発売の第10号まで連載され、2019年2月20日、単行本として中央公論新社より発売された。舞台は、王道世之助が24歳となった1993年。そこから27年後の東京五輪で湧く2020年まで、つながる物語が描かれる。 ありがとうございます。